ミマス楽器は大韓民国の楽器製造会社である。サミックとしても知られている。1958年創業。世界最大の楽器製造会社の一つであり、複数の楽器製造会社の株式を所有している。サミックは複数のピアノ、ギター、その他の楽器のブランドを所有している。百九十二年、サミックはインドネシアボゴール近郊のサランシーに PT。 サミックファクトリーを建設した。この工場は、サミックが製造する楽器の大半を生産している。北米事業は新たに作られたテネシー州、ギャラテインの北米法人本社で行われている。この19,900平方メートルの施設は、北米市場に関する全管理業務を担っており、ギター、アコースティック、電子ピアノの流通センターとしても機能している。この施設は近年、 クナーベブランドの下で販売される少数のアコースティックピアノの製造を始めた。クレック・ベネット・アビオン・エ v ブ1とローランド・キューブ15、X アンプ・サミックのギターは異なるブランド名の下で製造されており、クレック・ベネットや JT ・ライボールフを含む数多くの異なる製作者によって作られている。サミック製ギターは、その他、スクワイアやエピホン、ワッシュバーン、ホーナー、 シルバートーン、その他のブランドのギターを OEM 作成している。アメリカのルシエールであるグレッグ・ベネットはサミックのギターシリーズを設計している。ギターはセイモア・ダンカンによって設計されたピックアップ、グローバーからのマシンヘッド、ウィルキンソンからのブリッジを備えている。使用されている木材はアフリカ産のオバンコールと国炭、インド産のローズウッド、 北米産の佐藤カエデなどである。グレッグ・ベネット・レイベルの楽器は、エレキギター、アコースティックギター、アーチトップギター、エレキベース、アコースティックベース、マンドリン、バンジョー、ウクレレ、オートハープである。サミックは、幅広いピアノも製造販売している。アコースティックピアノのブランドには、サミック、プレンバーガー、WM、クナーベ &CO、コーラーキャンベル、 ゲブリューダーシュルツがある。電子ピアノのブランドは、コーラー、サミックデジタル、シンフォニアがある。サミックは最近ソーマー &CEO ブランドの停止を発表した。2004年、サミックは、競合企業の英商ミュージックの経営権を獲得したが、米国及び韓国における独占禁止法により1年後に、この合同は終わった。2003年から2009年まで、 サミックはドイツのシー・ベヒシュタインと提携していた。加えて、ベヒシュタインとサミックは中国・上海に合弁事業工場を持っている。2008年10月、サミックはドイツのピアノ会社、ザイラーの買収を発表した。ザイラーは価格と全体の品質の両面でベヒシュタインと競う存在と一般的に認められている。この発表は、 サミックとベヒヒュタインとの間の協力関係が続くかどうかについて疑問を引き起こした。2009年末、サミックはスタインウェイミュージカルインストゥルメンツの株式16.5%を取得した。2010年11月までにスタインウェイミュージカルインストゥルメンツにおけるサミックの株式は32%まで上昇した。2013年、サミックが持つスタインウェイの株式は スタインウェイサンズが非公開企業となった時に、ジョン・ポールソンによって買い取られた。2015年、サミックは、ワイ楽器製作所の株式を取得し、一時は、筆頭株主となった。ありがとうございます。